はい、こんにちは。鉄板商品の紹介です。フィリップスソニックケア歯ブラシです。多分ね、私のチャンネルでこれを紹介するのは3回目になるんじゃないかなと思います。つまり、これが、3本目という形になります。実際は3本目でも何でもなくて、もう6本とかね、7本とか使ってると思うんですけど、私がこれを使い始めたきっかけっていうのは実は、歯医者でちょっといろいろありまして、歯科治療でね、私入院したことがあるんですよ。3日間入院して、全身麻酔みたいな感じでオペ室みたいなのがある、ちゃんと大学病院の歯医者みたいなところには。で、私全身麻酔で、歯科治療を受けたのが何年前だったかちょっとうろ覚えなんですけど、10年は行ってないと思うんだけど、結構前なんですよ。で、それを終わった時に先生に、あの、いい歯ブラシ、一番いい歯ブラシを頼むって言った時にこれを紹介してもらったんです。で、当然その時はその病院、大学病院だったんですけど、歯医者で買った歯医者さん専用モデルだったんですよ。で、その後壊れてから、普通に買うようになって、今回なんとこちらモデルチェンジされたようで、型落ち品を買ったので、今 Amazon を見ると5990円になってます。で、私これタイムセールで買ったんで4800円ぐらいで買いました。その時24時間もなかったと思うんで、ちょっと動画にもできなかったんですけど、買うことができる、ちょうど欲しい時にタイムセールやってて、で、あとこれ、こんなね、アナログなものね、型落ちで全然構わないんで、一回ね、私このソニックケアの最上位機種買ったの、フラッグシップみたいなの買ったんですよ。これが6000円じゃなくてもう2万とかする、2万5000円ぐらいしたのかな、あんまうろ覚えなんですけど、すごい最上位機種買ったんですけど、結局いろいろゴテゴテ機能があっても全く使わなかった。なのでそれ以降は一番安いモデルを買うようにしてます。だって結局歯を磨く機能以外はいらないんだから、それでいいかなと思って一番安いモデルを買ってます。で、これなんだけど、やっぱり壊れるんですよ。なぜかというと、やっぱり水物なんで、水物って言い方おかしいんですけど、あの、水回りの商品ってやっぱ壊れやすいじゃないですか。電気製品で水回りのものって壊れやすいんですよ。なので壊れやすい。さらに歯の中にぶち込むんで、なかなか壊れるんですよね。で、一応ね、2年間のワランティーがついてるっていうことは、こういう書いて、2イヤーワランティーって書いてあるんだけど、まあ2年持ったことはないような気がするんだけど、もしかしたら私前回のモデルが一番長く持ちました。で、前回のモデルはいつ買ったかちょっとわかんないんですけど、多分ね、ちょっと動画見ればわかるんだけど、2年は持たない、2年は持ってないんだけど、1年半くらいは持ってるんじゃないかなと思います。私の感覚的には1年間ぐらいで買い替えるものかなと思っております。中身はいつも通りの、今使っているやつと一緒、あの、 Amazon で買うときに前回購入したものですって表示が出たんで、全く同じものですね。ウィーンって、まあ機能がね、簡単にいくつか2個ぐらいついてんだけど、それはもう全部私オフにして普通に磨くだけで使ってます。で、これは一応替えのブラシというか、替えでもないな、ブラシか、1個だけ付属してます。で、これなんだけど、私はこれレギュラーサイズなんですよ。で、ミニサイズがあって、私はミニサイズのダイヤモンドカットみたいな方を使ってます。でっかいサイズだとね、歯茎が私ちぎれていくんですよ。だからこのサイズはでかい。こんな感じ。これね、歯医者さんにおすすめさせてもらってからずっと使ってます。非常に使いやすい。で、多分この箱なんだけど、今回変わったんじゃないかな、前回と。前回とも変わってると思う。毎回変わってんのかな、そんなことない。で、旅行に行ったりするときだったり、一泊するときでも、これは持っていきます、私。私、歯はほんと怖いんで、一泊するときでも、これは持っていく。ここピッと取って、このまま持っていく。昔はね、ケースがついてたりしたんだけど、確かこの前の、同じ値段のモデルでもケース、ソフトケースみたいなのついてたような気がするんだけど、もしかしたら取っ払った可能性もあるし、私の勘違いでこのモデルにはないのかもしれない。いいっすよ。本当にこれを使うようになってから、歯が綺麗に磨けるようになりました。いろんなね、他にドルツとかいろいろあって、まあ、試したは試したんだけど、
すぐやめちゃって、結局これが一番私はね、これが合ってる。あとはその一番信頼してる歯医者さんから勧められたっていうので、まあなんかそれが私の中では大きいですね。このまあ充電器は毎回同じものが使えるんで、これは使わないかなと思います。まあ1年持ってもね、全然5000円だったらいいと思うんで、おすすめです。本当にこれはおすすめ。なんか昔このソニックケアとかもエンボス加工だった気もするんだけど、まあいらないからね、そんなのはね。安くしてほしいっていうので、まあ価格を維持するためになんかいろいろ削除したのかもしれない。でもここの本体さえついてればいいんで、最高最高、うん、おすすめです。フィリップスソニックケアの紹介でした。本当にこれおすすめです。あの一回使ってみてください。私が買った全く同じものは概要欄に Amazon にね貼っておきますので、ぜひ試してみてください。また会いましょう。バイバーイ。